サー・ヘンリー・ラスベン・ムーアを務めた。1928年から1930年まで、軽巡洋艦、カラドク、ドーントレス艦長を歴任。1930年、計画家副課長。1933年、軽巡ネプチューン初代艦長。1936年、本国艦隊参謀長。1938年、ポーツマス司令長官参謀長。 第二次大戦勃発時は第三巡洋戦隊司令官だった。1940年に海軍参謀総長補。1941年、新設のポストである海軍参謀副長に着任。1943年、公認をサー・エドワード・サイ・フレットに譲り、自身は本国艦隊令下の第二戦艦戦隊司令官に任じられた。百四十四年に、 同戦隊は解体。ムーアは本国艦隊司令長官に捕食される。5月、ドイツ海軍の戦艦ティルピッツ攻撃に貢献したことにより主君報告書に名前が記載された。戦後、在ワシントン DC の英国海軍顧問団団,団長を務める。1946年には国連安全保障理事会の軍事参謀委員会所代議長に就任。 1948年に就任したノア司令長官のポストを最後に1951年に退役。ありがとうございます。